ミルクも美味しいだね。お昼ご飯の時間だね。お腹空いた？今ちょっとパパ出てるから、外帰ってきたらご飯にしてな。一緒に食べような。ちょっと待っててね。いい子してるね。いい子でもしてるね。いや、浮いてるね。ママのこと見てるね。なんか洗い物がね、たまらんだよ。大変だよね。洗うのにね、すごい時間かかるんだよ。ん？ミルク洗ってくれる？洗ってくれる？難しいね。それはできないか。ご飯作るでしょ？食べるでしょ？食器洗うでしょ？そしたらまだご飯作るでしょ？食器洗うでしょ？そしたらまたご飯よ。そしたら寝るでしょ？で、また朝起きたらご飯よ。お弁当でしょう。もうねえ、作っちゃ洗い、作っちゃ洗い、わかるよ。ねえ。もうちょっとでパパ帰ってくるわな。なんで進んだらそこで同じようについてんの？横で退屈。ちょっとずつ進む。何やの食前だけ。いいね、食前だけ。もう保温してるじゃん。いけんよ、ご飯後よ。よくダメだって。残念。ご飯食べらんなるでしょ。食べるな、ミルク。何杯も食べるな。何杯も食べるな、ミルク。ご飯でもお菓子でも。食後にな。デザートでもないけどな。ただの飲んべえみたいな。まっ！おぉ！ちょ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 、おぉ！おぉ！ミルク、歯磨きしてねんねしよう。じゃあな、パパは遅いから寝るの、うん、ミルク寝ような。ここくるまってたんだよね、今ママの膝掛けの中で。じゃあミルク、歯磨きしっかりして寝ますかね。無理だ。パパはサッカーなくなったら燃え尽き症候群になるんだって、うん、大変だね。
はい、じゃあおやすみ。ちょっと寝るんだよ、ミルクね。寝るんだよ。